まだまだ続く、カートゥーンネットワーク、カートゥーンスペシャル、マカ&ロニー。大発明家の研究室で働く不器用な助手マカとロニー、トラブルばかり巻き起こす2人のナイスな仕事っぷりを描いたショートコメディーも大放送。果たして博士の信頼をつかむことはできるのか。カートゥーンスペシャルマカ&ロニー、9月26日午後2時と夜8時、カートゥーンネットワーク。ある時はキュートなニャンコ、またある時もキュートなニャンコ。しかしてその実態はずる賢いアライグマタッフィー。リッチな家に住むために猫になりすましたタッフィー。ニューエピソードを引き連れレギュラー放送開始。タッフィーだにゃん、月曜日から金曜日朝8時と午後3時30分、カートゥーンネットワーク。おかしなガムボール、この後すぐ、カートゥーンネットワーク。カートゥーンネットワーク10月のおすすめ番組は、10月17日午後2時と夜8時、カートゥーンスペシャル新ルーニーチューンズ。最新エピソードをお届け。バッグス、ダフィー、トゥイーティー、人気キャラが大集合。10月19日夜9時、カートゥーンスペシャルアドベンチャータイム遥か遠い世界で、スピンオフシリーズ第3弾、主役はフィンとジェイク。10月24日午後2時と夜8時、カートゥーンスペシャルエリオットフロムアース。ワクワクドキドキの SF アドベンチャーコメディ、宇宙での新生活はハプニングの連続。10月31日午後2時、カートゥーンスペシャルワッハハロウィン。ハロウィンにまつわるお話を大放送、ニューエピソードもあるよ。ハッピーハロウィン。10月もワクワクドキドキがいっぱい。カートゥーンネットワーク。